いいよ。よろしいですか。はい、はい、どうもこんばんは。ね、第あいにくの雨ですけども、今ちょっとね、止んでる感じです。なんで今日はね、ちょっと趣向を変えて、私アカペラとか、まあ、ポエトリーとかやろうかなと思ってるんですけどね。はい、そんなわけで第125回アフターサンチ霞が関の中心で愛を叫ぶ、イエーイ、ありがとうございます。じゃ あ、まあ一発目やりますね。ああ、すみません。まあ、そんな大丈夫ですよ。会社には行きたくね。仕事なんかしたくね。だけどここで生きるにはやらなくちゃまずい。さあやっと休みさ、ほっとしたが、休日になると雨が降りやがる。リフレッシュしようと掃除を始めた。棚の位置を変えて生まれ変わるつもりで洗濯をして、布団も干そうとしたが、休日になると雨が降りやがる。傘はほとんど取られちまった。残ってるやつは骨が折れてる。雨に濡れる勇気はないから、部屋に閉じこもっているだけさ。雨が降ったら遊びには行けない。雨の日にできる遊びは知らない。てるてる坊主は風に吹き飛ばされた。休日になると雨が降りやがる。はい、どうも、ね、じゃあ次はですね、ライブでいつもトラメガとカラオケでやってるんですけども、それをちょっとやってみましょうかね。テレキャスという歌です。先っぽいじってる彼女の人差し指、壁にはユニオンフラッグ、 UK ロックがお気に入り。日常つまんない、絶望足んない。日常つまんない、絶望足んない。リハ勃起してるプラグ挿入、ほてった真空管アンプ、鳥肌立つようなフィードバック、めちゃくちゃに破壊されたい夜。日常つまんない、絶望足んない。日常つまんない、絶望足んない。リハアップダウン繰り返す、速くなるストローク、心臓のベースドラム、
脳内ハイハットが鳴る。日常つまんない、絶望足んない、日常つまんない、絶望足んない。リハ裸が裸じゃない、自分が自分じゃない、言葉を脱ぎ捨てる、皮膚も目玉も脱ぎ捨てる。シールドが脈打ってる、彼女の痙攣の動き、ここに存在する自分、今は存在してる自分。日常つまんない、絶望足んない、日常つまんない、絶望足んない。リハテレキャス先っぽいじってる、彼女の人差し指、壁にはユニオンフラッグ、UK ロックがお気に入り。はい、ありがとうございます、ね、いきなりもそういう感じで、言ってますどういう感じかなかなかね、レアな感じで言ってますね。よし、じゃあね、同じあこのハープでいこうかな。チューインガムを踏んづけてへたり込んだコンバース、チューインガムを踏んづけてへこんで涙目ラバーソール、それはまるで見上げた空、薄汚れたペパーミント冴えないミントのブルースが気の抜けたまま上がれない、チューインガムを踏んづけて格好のつかないステップだ、チューインガムを踏んづけてつんのめった決めポーズ、足止め食ったわけでもなく、道が閉ざされたわけでもない、ましてやくじいたわけじゃないのに、剥がれないから気になっちゃう、気になっちゃう、チューインガムを踏んづけて今日もうまくいきそうもない、チューインガムを踏んづけて救世主も苦笑い、祖母の知恵でも剥がせない、ちっとも綺麗に剥がれない、剥がしても少し残っちゃう、残っちゃうから気になっちゃう、気になっちゃう、どこもかしこも吐き捨てられてくガムだらけ、どこもかしこも吐き捨てられてくガムだらけ、ちゃんと積んでてもはみ出てくる中身、チューインガムを踏んづけてお店できない格好だ、チューインガムを踏んづけて死ぬ気になっても死にきれない、無視を決めても気長になってもバカバカしいのに気になっちゃう、どうしようもないから笑っちゃう、ハハ、チューインガムが気になっちゃう、気になっちゃう、はい、いや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 、そうですね。
なかなかレアな、レアな感じで。やっぱギター弾かないと歌詞を覚えてなかったりするもので。そうか。出てこなかったりするわけで。出てこなかったりするものでね。次はちょっと、ね、なかなかやらない。ポエトリーリーディングをちょっとやってみようかな。暑いな。ね。そう、意外とね、こう見えてもね、歌詞がいいねとか、歌詞が面白いねとか言われる人なんですよ。でも歌詞から書くことってないんですけどね。曲から書くんですけどね。うん。でも、自分で言うのはなんですけど、意外と面白い。はい、それではそういう歌詞です、アンブレラというそれはさておきアンブレラご自慢のアンブレラ未だ差した試しない埃かぶるブランドニューのままずっと雨がないまるで雨がないてるてる坊主引きこもり首を切られて引きこもり都会では若者が田舎では中年が老人みたいに干からびてる噂やっぱ雨はないしかし雨がないとにもかくにもアンブレラブランドまがいもの怪しいロゴ君に会いに行こうにもたどり着いてもひでり続きいつも雨がないちっとも降らない夕立砂ぼこり混じった匂い踊る少女の白いブラウス初恋みたいな記憶なんかロングタイムアゴーそれより何よりアンブレラお役に立てないアンブレラ砂を噛んでる毎日砂漠で不純なことばかり頭に浮かぶきっと雨はないさらに大記録嫉妬も降らないぶつけちゃったぶつけちゃったそうなんですねいやそうなんですよ、まあ、もちろんこれも曲から書いてますおもろい意外と適当に言葉書いてますよでもね、あれですね、これは用水の傘がないは有名じゃないですか、ね、で、はい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 、はい、で、そうそうそう、たどり着いたらいつも雨降る、雨降りとかね、うん、いや、それはあれか、タクロー、タクロー、タクロー、そうそうそう、あって、うん、その2000何年だこれ、2009年とかそれぐらいだったかな、書いてるんですけど、その時に雨じゃなくて傘がないんじゃないかとと僕は考えまして今世の中用水の時代70年代は傘がなかったんですよでもどっちかっていうともっともっとカラカラで雨がないのかなっていうので書きました、うん、あ真面目に語っちゃった後付けでも後付けじゃないですけどこれそうこれねで実はアンブレラってなぜアンブレラって作ろうと思ったかと言いますとね、うん、あれだ、リアーナってその、ねはいはい、今も有名ですけど、アンブレラって曲があったんですよね。そう、そうそう、あ、アンブレラいいなと思って。そう、そこから発展させて、リアーナかい。そう、面白いなと思って、そうなんですよね。そうそうそう。上に、まあ、初めギターのリズムで、移民の歌が好きなんですよ、てっぺりの。で、F シャープ、F シャープの音っていいなっていうので作った歌ですね。さあ、どんな曲か想像しよう、みんなで。あの歌詞で、の歌想像がつく。風が出てきたね。そう、風が、そうね。雨が来ると風が嫌だね。
今のところ雨はそう、うん、大丈夫っぽいけど。まあそうなんだよね。あの最近もう森友学園がこうあるじゃないですか。まあいいっすね。本当はほらあのなんだろう。がありますよね。あの映像幼稚園の子たちが塚本幼稚園か、ね、塚本幼稚園の子たちが安倍首相を応援してますとかなんかそういうことを言ってるのを、まあ子供だから自分自発的に言うわけないじゃないですか。まあね、あの言わされてるわけなんだけど、まあね、お父さんお母さんを大切にとかも言わされてるんだけど、あのなんかね、もう本当ね、これはいかん。あの洗脳教育だし、あのああいうこと言わせたりするの虐待だなと思うんですよね。あんなの教育じゃいけないなっちゃいけないし、やっぱね、昔の、戦時中の戦前とかさ、それの教育、あの軍事教育なわけじゃないですか、言ってることがね。そういうのはしないと決めたわけじゃないですか、この国は憲法で。ダメですよね。あれが学校法人で許されてるところがダメなんですよ。だからね、学校法人の認可をするのは何ですか、地方のあれみたいなんですけど、文科省にね、工事したいんですけど、文科省だって教育のそういう監督をしないといけないわけじゃないですかね。そう、文科省にね、あの学校法人をね、取り消して、もう取り消させて、そんな学校を二度と作らせない。あのこれほっといたら第2第3の出てくると思うんですよ、同じようなこと。だから安倍辞めろだけじゃねえ、ダメな。安倍は辞めなくちゃいけないけど、安倍だけじゃないですから、いろんな問題が絡んでますね。あの省庁のね、財務省だとか国交省とか全部絡んでますよね。癒着ですよね、なんか、うん、ね、全部つくまなきゃいけない。自民党議員もね、維新もね、全部をやんなきゃいけない。安倍だけじゃダメ、安倍辞めて終わりじゃないから。まあね、安倍昭恵さんは承認喚問出てくださいね。本当ね、なんでもうみんながね、その突っ込み方がね、安倍辞めろだけだからね、ダメなと思うんですよ。そんなことじゃいつまでたっても集まんないと思うし、人で安倍辞めるのいいんだけど、だったら明日集まるらしいんだけど、なんで思い立ったら吉日で誰か下やんねえのって思うわけですよ、アクション。うん、だってそんな月曜日からやればいいじゃん、ね、誰かしらいれば。で、国会前には安保法成立の時から毎日行ってる人たちがいるじゃないですか。いや、やれよって感じだよね、みんな。そんなツイッターでちまちま言っているだけじゃなくて、動けよって感じよ。で、そうすると3月3日多いかもしれないけど、そういうことしてないと少ないと思いますよ。うん、だって311の時にあれだけ人が集まったっていうのはさ、毎日毎日誰かやってたわけですよ。で、311ってのみんな自発的に、あの原発やばいと思ってこう動いた人たちが多いわけじゃないですか。で、毎週のようにグッデモがあったりしたわけじゃないですか。あのいろんな人たちが企画して、そういうのがあったから盛り上がったけど、そんなね、シングルイッシュとかさ、なんかほんとやめてほしいね。うん、あのシングルイシューが余計あの運動小さくしてると思って、余計ハードル上げてるような気がするんですよ。だって森友学園の話でしょ、別に安倍だけじゃないなくて、その幼稚園自体に嫌悪があるわけじゃないですか。それこそ日本を、保育園をしたら日本死ねみたいな感じで盛り上がればいいわけじゃないですか。おかしい、あの組織の人たち頭がおかしいと思ってます、俺。なんか、ごめんなさい。頭がおかしいは言い過ぎですけど、カルトになっちゃってますよ。安倍やめろ教だよね。安倍はやめさせなきゃいけないよ。でも、ちゃんといろんなこと見てくれよって感じだよね。ね。安倍はだってもう、だって、富士三県が取り上げられて、いや、徳川のちくきりで、もう用心なんでしょ、もういろんなもん決まってるから。
いろんな法律決まっちゃった TPP も通ったしね、安保だって通ってるし、集団的自衛権も通ってるし、刑法改正も通ってるし、まあ、共謀罪も通っちゃうかもしれないね、この3月10日に、ね、閣議決定で上程されるんだから、このまま安倍辞めるだけじゃ通っちゃうと思うし、用済みなんじゃないですかと僕は思ってます。だからそれだけに安倍辞めるも大事でも、それだけじゃダメっていう話だね。うん、RCEP だって来てるわけだし、ね、一応 EPA とかでもあるわけだし、ね、で、いいよ、別に安倍やめろだけやっても、じゃあ、他の運動とかをね、ね、今、RCEP どこじゃないって言ってるバカもいるらしいんですけど、あ、森友、だから俺もね、腹立ったのは、森友学園の話で、じゃあ、森友でね、いや、じゃあ別に俺、RCEP とかそういうとこ書いてあるな、そこにコメントで。ね、いや今森友で騒ごうぜみたいなさ、騒ごうぜお前やれよって思うのよ。俺も仕事忙しくて、なかなかね夜とか来れなかったし、いやお前思ったらお前とかその仲間とかでやれよって思うわけよ。3月3日待ってんじゃねえよバカって思うんですけどね、ほんとバカだなって思ってるんですよ。どうしたんだ、どうしたぐらいの力。もちろん3月3日で集まるのは大事、一発目は大事、待ってるなって感じなんですよ。いや盛り上がんないよこんなことするから。ね、あのね、いきなり集団多く集めようって無理だから、火を徐々につけなきゃダメだから、つけるためにはみんなすごい自主的にやった方がいいんじゃないっていうのが僕の考えです。はい、そのわけで、そうね、ね、なんかまあこの歌を歌ってるところにはもう行ってないですけど、まあこの間歌ったらしいですよね。まあいいですよ別に全然、僕じゃない人が歌ったのからいいですよ。でもね、それ試験罪人なのかなっていうのがいつも思ってます試験罪人一人一人だから、みんなそれぞれいろんな考えがあって、いろんな人たちこの日本にいる試験を持ってる、ね、自分の試験があるじゃないですか ね、自分のことも試験ですよ。自分の俺はこうなんだっていうね、それを尊重していかないといけないね。尊重できないでみんな同じように言ってるのはそれ違うから、もうそう、もういろいろ言いたいことあるな。もう主義はやめよう。もう資本主義もやめてほしいし、社会主義もやめてほしいし、もう民主主義もダメだね。今どっち、どうせ資本主義の中の民主主義だからさ、民主主義じゃないし、主義じゃない。民主的な社会をみんなで作るために考えていこうよという話ですね。まあそんなわけで、こんな気持ちで。変じゃない昨今この国はなんか窮屈じゃないかい。 Do you know 憲法全部に主権が国民にあること。 Sorry, sorry, 主権罪民を主権、罪民を主権、主権罪民、主権罪民、育児代価がありまして、茶色い戦争ありました、広い里を日々畑はざわわ風が通り抜けるだけ。ソーリーソーリーしけん罪民おーしけん罪民おーしけん試験罪民試験罪民
幾多の試練を乗り越えて永久の権利としてあるもの、たまたま高らか総理大臣が、たかが総理の分際で、総理総理しけ罪人おおしけ罪人おおしけ試験罪人試験罪人振っても跳ねてもしけ罪人おおしけ罪人おおしけ試験罪人試験罪人税金払う側しけ罪民おおしけ罪民おおしけ試験罪民試験罪民禁止ごとしのしけ罪民おおしけ罪民おおしけ試験罪民試験罪民官僚図に乗るなしけ罪民おおしけ罪民おおしけ試験罪民試験罪民総理総理しけ罪民おおしけ罪民おおしけ試験罪民試験罪民はい、はい、買ったばっかのハムなのがちょっとやばい感じだね。やばい。そんなわけで、まあ怒ってばっかですね、僕はね。僕はわからないわ。あ、どうもこんばんは。何をしようとしたの僕は。わかんないよ。僕は何をしようとしたの今。わかんない。A のハーモニカで。ね。あ、そうだ、思い出した。どっちか落としていくよ。じゃあ、本当ね、もう、あとあれだね。もう、日本の人たちね、ちょっとね、トランプに対して何か言った方がいいと思いますね。もう。いやダメだよね。いや差別言ってた人たち、あのね、トランプ認めちゃダメだから。ね、あとフェミニン、ね、ね、フェミニンな人たち、むしろフェミニンな人たち立ち上がってほしいですね。トランプデモをやった方が、反トランプデモをやった方がいいと思いますね。いや、ね、だって相手はあれだ、世界の警察って言ってる国だよ。で、あれですよ、あの日本そこの属国ですよ。属国。ね、台北追従ですよ、まだね。でしょ。いや、トランプに言わなきゃダメなんですよね、と僕は思ってます。なんか猫耳帽子をかぶってるだけじゃダメだね。マドンナマリアに満月取って行きなさい。よろしく。まずはフェミニンはね、取ってください。そうだね。なんだそれ。ね、Just do it。 よし。インディアンを打ち倒して乗っ取った大陸を黒人奴隷蹴飛ばして、我が物顔で耕せ、強引な USA、 相変わらず強引な USA だ、
Go in the USA 相変わらず Go in the USA だ。黄色い猿のジパングは200年も鎖国してるぜ。黒船逮捕を脅かして無理やり港開かせ。 Go in the USA 相変わらず Go in the USA だ。 Go in the USA 相変わらずGo in the USA だ。南と北で戦して成長期はためいた。古い差別を捨てたけど新しい差別に変えただけ。原爆で打ちのめして使いっぱになった国じゃ、 USA の兵隊が何をやったって犯罪じゃないぜ。新しい自由の国じゃ白人セレブも使い捨て。 1% になり上がらなけりゃ腹渡にえくり返ってる命を何だと思ってる。 USA 操ってる企業銀行投資家ども Go in the USA 相変わらずGo in the USA だ。 Go in the USA 傍若無人な USA。 Go in the USA 相変わらず Go in the USA だ。 Go in the USA 相変わらず傍若無人な USA。 ラララララララ Yeah. はい、もしよかったら行きたい。あ、いや、今日はもうね、もう全部これで行く。もうこういうモードで行こうかなと思って。何か、なんかプロヤでやってるような、あるいはさ、レコーディングスタジオで、うん、寂しそうにアフレコやってる。アフレコいいですよ。あのボーカルブースみたいなの、うん、よし、じゃあまたポエトリー行っちゃいましょう。普段やらないものが面白い。前回なんか盛り上がったの楽しいよね。ああ、そう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 。うん、初登場。よし、これはやらないといけないぞ。バナナボート。おお。地図を指でなぞって行き先確かめる。ああああああ。洞窟の中には湖があるんだ。ああ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 。僕はいつでも早足だから、時々君を置いていきそう。山を越えたから呼吸が荒い。ああ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 。指先を舐めて風向き見てる。ああ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 。バナナボートを膨らます君のピンクに染まった顔。シャラララララララ。今日は三日月のスピード。ゆっくり時間かけてこごう。足を滑らせてビクッとしている。あー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 あああ。野生の動物が水飲みに来てる。あー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 あああ。途中で一休み観察してる。あー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 あああ。目線が違うから気づくものも違う。あー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 。バナナボートは二つのビート。ポリリズムで跳ねる。シャラララララ。今日は三日月のスピード。ゆっくり時間かけてこごう。ゆっくり時間かけてこごう。はい。まあエッチな歌ですね。エロいで。エッチな歌。セックス書いて歌ですよね。うまいでしょ。うまいっていうかおもろい。うまいでしょ。だろう、実は詩人なんですよ。詩から書いたことないですけど、何度も言うけど、法人じゃない、詩人です、法人じゃない、詩人ですから。そうなんですよ。
やることないと思うけど、ちょっと、いや、行こうかな。うん。オーダー。オーダーは、ラブとかピースをふんだんに使ったワールド。押し付けがましくなく、うさんくさくもない。オーダーは、素材の良さをそのまま生かしたワールド。忘れそうな隠し味、殺されていない味。オーダーは湯気が立ってる出来たてほやほやのワールド。なるべく熱いうちに一十百千二千数えて一二三四あといくつプラス。オーダーはラブとかピースをふんだんに使ったワールド。いつでもつまらない嘘で騙したり騙されたりの下。オーダーはラブとかピースをふんだんに使ったワールド。なるべく熱いうちに火傷するぐらい熱いのをハフハフしながら。あ、これあげますよ。俺多分あったね。あったねそんな曲。あ、曲があるの。曲がある。いや、シュールだな。めこんな感じますよ。もう詩人ぶってる人たちより意外と描けたね。詩人ぶってる。今のなんかオブジェにしてほしい。オブジェ。物にしてほしい。面白いなでもな。うん、面白い。たまにこういう。ね。ね。あ、これいきましょうか。あのアローンっていうライブハウスがあった。それができた時の、できた友達が作ったんですよ、ライブハウスを。それで、あ、じゃあそのアローンで曲を作ろうと思って、プレゼントみたいな感じでね、あの回転屋みたいな感じで作った歌です。午前2時のアローン。午前2時のアローン。冷蔵庫がブーンブーン。午前2時のアローン。自己嫌悪は真っ暗。何にもできない、何にも冴えない、何にも見えない、何にも言えない、何にもなれないよ。午前2時のアローン。迷子になった時の気分。堂々巡り空回り、また奥歯で歯ぎしり。何にもできない、何にも冴えない、何にも見えない、何にも言えない、何にもなれないよ。すがりついてもしがみついてもかじりついても余計痛いぜ。午前2時のアローン。目覚ましがカッチカッチ。何にもできない、何にも冴えない、何にも見えない、何にも言えない、何にもなれないけど。午前2時のアローン。時々車がブーンブーン。みっともないけど構わない、笑えるまでは生き延びるぜ。午前2時のアローン。これだけど回転いいな、これ。え、お湯。アローンって言ったら孤独みたいなで、そうあって出るじゃないですか。高円寺。高円寺。二度と出ることないし。まあいろいろありますよね。いろいろあります。ね。そいつは別にいいんだけど、まあちょっとね、まあね、ありまして。まあ原発が起きた3.1であって、その2011年の8月だよね、ライブやって、終戦記念日だ。8月15日やったんですよ、そこで。で、その時に、いろいろね、原発のあれとか歌ってたりするわけですよ。で、その時に、まあ、今日台湾出た子が、広島だっけ、長崎だっけ、広島原爆か、の、この詩を読んだんですよ。うん。で、詩を読んで、あ、じゃ あ、これ話せるなと思って、で、僕、終わった後みんなで、ステージで飲んだりするのね。で、話したときに、ゲッパさんです。いやいや、それは、みたいな、なんか、ね、なんか関係ないじゃないけど、なんかね、そういうような感じで、他の、そこにいたの、スタッフとかも、スタッフもまま一人なんだけど、そこにいたのとかが、お客さんとかも含めて、ほんとね、原発問題がね、なんか、お言うと、ダメな感じだったんですよね。うん、それで朝まで喧嘩したか言ってまして、もう二度と出ないと思いましたね。
そうです。それで二度と出ないってそこにいた時の効果が出てくれたんですよ。あれだ、あのなんだっけ、ささやかなワルツのあの女の子はその時にいて、まあそれで彼女自身はだからでもね、あの鳥の、野鳥の研究をねしてる人がいて、その人についてて、だからあの被爆のこととかね、放射能の被爆のこととか、だからそういうデータを集めてるみたいな感じだったんですよ。そうですよね、だったんだけどね、まあまあとにかくそこには掃除出ない出ませんね。うん、政治的理由です。そうですね。あるよね。あるよね。意外とこれいい？これ、うん、ポエトリー。ね。ね。ね。意外と俺仕掛けてるね。歌ってメロで、クワタみたいに歌ってるメロで、え、メロめちゃくちゃ英語で歌いながらこつけたりとか、こメロと一緒に言葉を出して。作っちゃう人なので、A ちゃんか。A ちゃんはもうそれ。そうだね。だ意外とねそっちなんですよ。あの、そう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 。自分で言った。うん。でそんな感じになる。そんな感じに近い感じ。うん。で、だいぶでそのとこ、まあメロディーができて、そうしたらこう自分の今思ってることがあるじゃないですか。そういうことをがこう出てきて、それをじゃあこう当てはまるというか、いい感じの響きになる。ね、バカたくさんいる。そう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 。逆なんですね。言葉からね。でもあれでしょ。だって初めにあの替え歌のあのあれがフレーズが浮かぶわけじゃないですか。そうそうそう。それそれは近い近い。そこは近い。そう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 。そうなの。まあで意外とでも繋げちゃったりできるんですよね。あの縛りがあった方が意外とこうできるんですよね。なんか。なるほどね。うん。そうそう。ブリッジが良かったです。そうそうそう。そうなんですよ。何のことに話をね、なんか、そうなんですよ。まあたまにはね、こういう。力、やわみたいな。やわ、やわ。じゃあ、共にとか。ね、いや、共に。そうなんですよね。あ、アメリカから見てたら、あれを。ブラブスからドラッグショーみたいな。そうなの。そうなの。大事。大事。最近あれだよね。お釈迦様の言葉を集めた。なんかすごいことになってきた。すごいことになってきたよ。なんか。2002年イラク空爆とか。イラク空爆とかって2003年か。2003年から作ったという。イラクの反戦運動とかね、日本でもこうビキニで女子高生っていうのが巻き込まれちゃったんだけど、あ出てあビキニの女子高生とかで、あすごいなって思ったんですよ。女子高生だったなんて。そう、女子高生じゃなかったじゃないですよ。そう、年齢を詐称してたんだけどっていうのは知ってんだけど、うん、なんちゃって女子高生だったんだけど、そうそう、まあそういうのってまあ俺デモは行ってないんですけど、なんかね、やっぱ空爆とかそうそう戦争に立ちついてね、もう腹が立ちますから、書いた詩ですね。詩というか、歌なんですけど。まあ、詩で言います。ホームパーティー。うん、どこまでも偽善ばかりだ。朝まで夜までホームパーティーだ。君は正直に罪を認めたが、リンゴの枝を折っただけじゃないだろう。うさんくさい成功にもらい泣き、周りはうんざり、呆れ顔なのに、君はちっぽけな、罪は認めたが、リンゴの枝を折っただけじゃないだろう。目くらを気遣うパフォーマンスで、推しからカツアゲする手口だ。気違い扱いしている、つんぼの口を塞いだ。君は大昔の罪を認めたが、リンゴの枝を折っただけじゃないだろう。果てしなく偽善ばかりだ。上っ面家族ゲームだ。君は偉そうに罪は認めたが、リンゴの枝を折っただけじゃないだろう。リンゴの枝を折っただけじゃないだろう。違うだろう。はい。これね、わざとね、放送禁止用語を使おうと思って、ね、書いたんですよ。放送禁止っていうのは、うん、ね、差別用語ね。差別用語、うんうん。そう。で、差別っていうのはどういう状態が差別なのかとかあるじゃないですか。この、うん、
なんかね、言葉の問題みたいなことがありまして、ちょっと、なんだろうな、問題作ですかね。で、書いたんですよ。で、結構ね、こういう、だからそういうフレーズがあるから、実は緊張しながら歌うて、で、心の中緊張してるみたいな、ありますね。それと、それの次に書いたのがさっきのバナナボートですけどね。バナナボートも、その、やっぱりイラクのあれで、なんか、もっとそういう、ラブとかピースみたいなもの、みたいな感じですね。が、大事なんじゃねえのみたいな感じでセックスだったんですけど、うん、大事だなと思って、結局はね。そうですね。歌ってますけど、やってみようかな。まだ大丈夫ですかね、時間は。意外と、あ、じゃあそろそろ、もうちょっとなんかやって。え ?50 分ぐらいしかやってない。あ、マジで半から。あ、そうかそうか。そんな、まあ1時間もやらなくていいですよね。じゃなくても、気持ちなって話うまいなと思ってうまいよね、気がする。よかった、ありがたいです。見せて面白いもん。じゃあ GHJI という詩ですね。渋滞で動けない、返信はまだ来ない、君の部屋と君の胸、どっちに先につける、景色は変化しない、状況は良くならない、流れに逆らえない、数にはかなわない、独り言ブログってみる、分別うまくできない、大抵はゴミに見える、自分もたまにゴミに燃える、他人をうまく相手ない、優しく表現できないけど、みんなバラバラに楽しんでる、悩むのも若げてる、本当に伝えたいことは本当にうまく伝わらない、一番伝えたい人に一番うまく伝わらない、疑心暗鬼、被害妄想、自意識過剰、疑心暗鬼、被害妄想、自意識過剰、インサイド、まるで大人に見える、いろいろうんちく語る、でも一番伝えたいことは一番うまく伝えられない、でも一番伝えたいことは忘れるようにも忘れられない、一番伝えたいことは伝わらなくてもまた言うんだろう、疑心暗鬼、被害妄想、自意識過剰、疑心暗鬼、被害妄想、自意識過剰、かっこ笑い、疑心暗鬼、被害妄想、自意識過剰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 、インサイド、ほら天気は晴れ、言うことない、快晴、へこんでる感じじゃない、都合のいい理由で、取って使った理由で、ものすごい自信ありげな態度で、全身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 ワオ。まあ GHA 自信、自信暗記、被害妄想、自意識過剰、インサイドの頭文字ですね。まあそういうのも、そうなんです。これがこのカッコ笑いっていうのを歌詞に取り込んだのはツンクより先だったっていうね。それが一番、ちっちゃな一番。その時代だね。次が言い返せないから。次が言い返せない。そうだね。確かに。まあ、発表だね。世間に発表したもん。世間が大事けど、世間発表したもん。僕は勝手ですから。だから何だってんだって。そうそう。行ってみたいよね。行っとかないと。俺の方が早いんだぜみたいな。なんか遠見さんのローディーをやってたじゃないですか。でその時に、まあ、あの、え、今ハーモニカホルダーで吉田拓郎モデルとかその時に出てるけど、なんかね、本当は俺が一番初めに、あの、自分で作ったんですって言って、なんかエモン、ハンガーかなんかで、それでやってたのが悔しいって。吉田拓郎モデル、吉田拓郎初めに思われたら悔しいっていう話じゃないですかね。これが先なのに。だからね、なかなか売れないとね、うん、初めにならないですからね。なんだっけ、ニルバーナ
ってこう売れたじゃないの前何でしたっけ、ニルバーナがパクったのは何でしたっけ、サウスガーデン、あれ違うか、サウスガーデンだっけ、あれ違うか、違うな違うな、トニックじゃなくてあのなんかグループなんですね、うんうん、あってそれグループ、そうニルバーナはそれのパクリだっていうのがあってそうで、そっちはもうまあね、まあマニアでもずっとやってんだけど、うん、ニルバーナがカリスマがバーって行っちゃったじゃないの、うん、なんか、うん、っていうのもありますね、で、うん、でそういうのを詳しい人だとどうだか、ニルバーナはそういったパクリじゃないかみたいな話をしてますね。まあでも、まあ、俺はそっちの世界はあんま知らないけどまあでもですえ、はい、日本のバンド、いや、うん、あの海外のバンド、あシアトルか、うん、シアトルだっけ、えシアトルだっけ、シアトル、うん、ね、でもそのバンドはシアトルじゃないんだよ、ああ、そこ。あれ、シアトルだったか。名前どう忘れちゃった。多分どっかで出てくると思います。ピクシーズだ。そうそうそう。ピクシーズだ。そう、そうそう、ピクシーズ。ピクシーズだ。うん、あ。ね、ピクシーズの。富士で見た。だけど、なんか、おじちゃん、おばちゃんだよね、普通の。うん。なんか、本当にもうダサダサな感じで。もう、太いしね。まあまあ、やっぱカリスマ性があるんですよ。あるんですよ。とってもかっこいいみたいな感じ。まあ、カーディガンは肩からこう落ちないとダメなんですよ。そうなんだ。ね。しょうがね。しょうがないですね。ガムイネ買っちゃうから。買っちゃうからね。すごい。これはなんか元々がポエトリーみたいなやつなんですけど、春だからやります。季節ですね。ちょうどいい、もうすぐの感じですね、これね。太陽はいらない。場面は卒業式の中学校。席別に泣いたり団結する卒業生。最初は彼女もふざけたりしたが、その光景が続くと冷めてきた。酔いしれている友人に彼女は水差す言葉を指した。友人はちょっと嫌な顔をして彼女を殺す言葉を打った。仲間がより仲間ぶるときの彼女の居心地は悪くなる。期待通りを求められると期待外れになりたくなるのだ。街のシーンはわざとらしくて、グリコのおまけのフィギュアみたいだ。ビジネススーツもコンビニ弁当も男も女もままごとみたいだ。ユーロビートが彼女は嫌いだ。ビーズも小袋も大嫌い。インディーズはもっとひどい。メジャーを薄めたモノマネばかり。世界に彼女の居場所はなかった。自分がおかしいとも考えた。悲しすぎるアイデアもちょっと思ったこともある。あれから5年経っていた。彼女は一人暮らししてた。バイト先の子たちとは未だに話が合わない。月に1回渋谷の駅の近くの狭い路地をギターを持って40年経つ扉を開ける。彼女はそこで歌ってた。観客が少ない夜もステージはいつも緊張させた。何の余裕もなく彼女は必死で歌うだけ。自分のことを歌ってるみたいと恥ずかしそうに声をかけてきた少女に彼女の反応はそっけなかったが、生きてる感じがちょっとだけしてた。その夜アパートへの帰り道、景色がいつもと違く思えた。彼女はひらめいたフレーズを弾んだ声で口ずさんでた。今太陽はいらない。有り余った陳腐な光がむやみやたらに暗闇を照らしすぎる。かっこいいんだよこれ。ねえ、これ好きよね。これいいでしょ。これ結構ウケる。これでね、これは3年ぐらい時間かかったんですよ、作るの。実は。綿谷さと金原ひとみがこう、はいはい、女性が2人撮ったときあったじゃないですか。20歳ぐらいの子かだったんでね、その当時ね、で2003年ですね。で それを見て触発されて、なんかそ書いてる内容が、昔だったらそれが男の子がそういうことを同じような感情でやってた、書いてたと思うんだよね、そういうアーティストが。そういうのがあったと思うんだけど、それが、あ、女の子にどんどんなってきたんだなと思って、あ、やっぱりこれからは女性だなと思いまして、で、じゃあ主人公を自分の、あれを、自分のなんかこう、ね、自分のことをちょっと、あの、女性としてやってみようかなと思って。ご自分の女
そうだったわけないね。そうそうそう。で、それを、客観的にこう、見てるのが僕みたいな感じで。で、書いてみた作品です。これ3年かかりました。触発されて、なんか、そう。それ、なんか、どっちも似たような感じなんですね。蹴りたい背中も。ヘビピアス。え？ヘビとピアス。ヘビとピアス。ヘビとピアスも、なんか、その感情的、同じもんじゃないんだけど、感情的になんか。だいぶアプローチは違うけどね。うん。うん、ね。まあ、その前に、もうだいぶ90年代とかは、あの、立花泉とか、そういう子が出てきたり、で、その後椎名林檎とか出てくるんだけど、そういうような、女性がこう、どんどん、そういうところに出てきて、で、女性が自分のあれを言い出すようになったというか、ね、本当はみんな同じなんだろうって言ってるけどね、男も女も。今まで、だから女性が、そういうのが抑圧されてたのかなと思って。と、もうそういう、ちょっと真面目な感じですね。ね、そうですね、真面目ですね、真面目なんですよ。文学なんです、そう。文学なんです。そう、文学ですね。そうなんですよ。そういうとこからインスパイアされちゃうんですね。知ってなんだみたいな。知ってなんだ。これはですね、もう全然曲も覚えてないんですけど、バンドでやった時にがありまして、ヘビーシックというライブハウスが畑谷にあるんですけど、そう、それで、あ、じゃあヘビーシック始め、もううちの近所で一回出たかったところなんですよ。そこで、中が出てるんですけど、どんどん、それでじゃあ作ろうと思って曲です。ちょうどもう原発事故とかあったで、2012年とかなのかな、多分もう一曲ですね。ヘビーシックナンバーワン。すげえな。ちっとも治らんこの咳は、どうやら話題の流行り病。検索かけてヒットするヘビーシックナンバーワン。医者は言った咳なんかより深刻なのは別の病気、処方箋などないのがヘビーシックナンバーワン。あんな仕打ち受けたのに、なんで彼ら従順なの。操作根っこから犯されてる。ヘビーシックナンバーワン、ヘビーシックナンバーワン、ヘビーシックナンバーワン。すげえ、おもろい。なんだこの。ああ、ナンバーワンがね、ナンバーワンあげちゃったから。そう、ナンバーワン。ナンバーワン。でもそういう曲ではないね。そういう曲だよ。どんな曲だったか覚えてない。ね、どんな曲だったか忘れちゃった。でも。そう、ね、そう、なんかこんなのも作りましたね。ヘビーシック。これなんかね、運動してる人たちわかるじゃん感じなのかな。今もそう思いますけどね。なんか。そうなんだね。あ、そうだよ。野田総理作る前だから。2012年ですね。え、うん、12年でね、野田。うん、12年。そうだね。あ、そうだね。多分、そうか、そうだ。もう、官邸前とかやってたから、テントもあったから。うん、破けた後。破けた後。あ、そうだ、破けた後。そうだ、破けた後。そうだ、そうだ。あ、違う。あ、破ける前かもしれない。うん。そうだ。じゃあ、でも野田になった頃かな。野田になった頃。立山じゃない。立山じゃない。あ、立山。あの辺わかんないけどね。わかんないっすね。ファンの後、ファンの後、鳩山で。え？え？あ、違う違う。鳩山の後かな。鳩山の後、そうそう。ファン。じゃあ、ファンから。そう。野田になった。そう。それ結構早いんだよね。安倍に包まれて。そうそうそう。そうそう。で、なんだっけ。浜岡を飛ぶんだっけ？そうそう。それで辞めたんですね。うん。そうそうそう。ですよね。TPP もその前なんですね、これ。書いてるんですよ。もうテントができる前に書いてる。いや、秋田とかで書いてる。いや、その前、え、その後、その前。TPP 書いてたのが、実は。そうですよ。だから、うん。そうだよね。うん。多分、2010年の、11月とか12月ぐらいで、TPP って、やばいんだよって話を聞いてて、わからないから、
あれですね。ですね。これじゃあやりましょうか。あのハッピーホッピー TPP っていう。ああはいはいはい。これそうですね。それでどうやって読むかな。USA, GHQ, FBI, CIA, WHO, FDA, BSE, GMO, ECC, ETC, ECC, CO2, USA, USO, 嘘嘘 USA, Happy Hoppy, TPP, Lucky Only CEO, Pumpy Pumpy, TPP, Bingo Bingo, RIP, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JNN, ANN, NNN, NHK, FNN, USO, 嘘嘘御用機関 TPP は楽しいな。でもラッキーなのはお依頼さんだけ。一般ピーポー医者に行けず貧乏こじらせ死んじゃうよ。YON, EKU, RAU, NKO, NAB, ETU, NEU, NKO, 貧乏、モア貧乏、モスト貧乏、UNI, USA, USO, 嘘嘘 USA, Happy Hoppy, TPP, Lucky Only CEO, Pumpy Pumpin, TPP, 貧乏 Bingo, RIP, Fucking Fucking TPP, Fucking Fucking TPP,Fucking fucking TPP, fucking 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 fuckingわかんないから、そういうのを並べたらできるんじゃないかなと思って、GMO とか遺伝子組み換えとか入れてるんですけど、ね、うん、実はそういうのを入れたら、5、6回そういう集会かなとわからないじゃないですか。うん、ね、そう。コロコロ変わるしか、アクタはこの後ですよ。アクタの頃は。で、アケバとかでやってたの。その頃でやったんですね。そうそう、その頃の頃。そう、その時にこれ歌ったかもしれないし。みたいなね、うん、そうなんですよ。まあそれでね、一応そうハッピーホッピーTPPは分かりますよね。ラッキーオンリー CEO も分かりますよね。パンピーポンピン、パンピーって一般ピーポンのことパンピーって言うから、パンピーってね、でポンピンはあの薬のね、あのコマーシャルでポンピンとかピンポンとかやるじゃないですか、あのコマーシャルの時。あ、うん、あれはポンピンで貧乏、貧乏は貧乏ですね。で、ビンゴ、ビンゴ。ビンゴ。当たりみたいな、ビンゴ。で、RIP。レストインピースですね。死んじゃうよって。そうですね。だからね、ちょっと、まあ、あ、どう。だからバンドで TPP のことで、TPP やばいからっていう話をドラムとかってみんなしてたのね。だから TPP について曲を作ろうと思って、その場で、ギター弾いて、ドラム叩いて、あ、じゃあこのリズムにしようって、じゃあ来週までに帰ってくるからって言ってたんですよ。その場で作ったの？そう。結構早かったですよね。早かった。早いんですよ、意外と。そうこうしてる、そうこうしてる、ずっとこれやって終わっちゃうよ。多分。何かやっといた方がいい。最後にやって終わりましょう。ね、私は。そうだね、じゃあ歌います。で、皆さんにお手伝いをお願いしてもらっていいですか。はい、あの、コーラス部分をみんなで歌ってください。Power to the people like on.
聖地のことなんか俺もよくわからないよ。でもひどすぎるあんまりだろ。パワートゥーザピーポー、パワートゥーザピーポー、パワートゥーザピーポー、パワートゥーザピーポーライト。税金を払って国は何をしてくれるの。君もブラック企業で働いてないかい。パワートゥーザピーポー、パワートゥーザピーポー、パワートゥーザピーポー、パワートゥーザピーポーライト。自分のレボリューション、まずはそれが大事だぜ。流されて憲法変えられる前に、パワートゥーザピーポー、パワーとザピーポー、パワーとザピーポー、パワーとザピーポーライト。もっと、パワーとザピーポー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 ライト。そのまま歌ってて、パワーとザピーポー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 ライト。日本国民は正当に選挙された国会における大調査を通じて行動し、我らと我らの人のために諸国民との共和による政策と我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に転することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令及び消息を排除する。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高の理想を深く企画するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、先制と霊獣、圧迫と辺境を地上から永久に除去しようと努めている。国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と絶望から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。パワートゥーザピーポーライト、パワートゥーザピーポー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 ライト、パワートゥーザピーポー、パワートゥーザピーポー、パワーとザピーポー、パワーとザピーポーライト。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。